空気を送るじゃん。とりあえず話抜けば料理入るの。はい。今日の良かったところをお願いします。良かったあ、悪かったポイントから先お願いします。3つだから、はい、まあ空気読めないよね、まだ。その具体例は、今日で言えば具体例は、じゃあ、アヤポンとコウスケが仲良く話してるのに、はい、アヤポンって無理やり呼んだりとか、はい、うん、はい、流星が、はじめさん、ちょっとラスト1曲いいっすかって言ってんのに、はい、一緒に歌おうよとか。だって一人で歌いたい曲があったわけじゃん。はい、トキちゃん年上だからさ、それってこだわりにくいじゃん。なるほど、うん、そういう、でも大人になってさ、一曲いいっすかってことはさ、もう一人で歌いたいからすごいじゃん、気持ちが。うん、そうでしょ、はい、それを、はい、トキちゃんは自分のエゴで自分も歌いたいから一緒に歌おうよって言ってるだけじゃん。僕的には、あ、言い向けたんだよね。そうでしょ、だって、はい、だからそれはじゃあ、はいはい、じゃあ流星から、はじめさん最後一曲いいですかって、で、はい、トークちゃん一緒に歌おうよと流星が言ったら、あ、最後一緒に歌いたいんだなって思うけど、流星が一曲いいですかって言ったら、はい、流星が一曲歌いたいんだよ、はい、でトークちゃんが無理やり、はい、なんか一緒に歌おうよとか、はい、そういうとこだよね。あれはじゃあ、うん、それで、でも傷は最低限で増えましたよね。うん、あそこでご了承せず終わりましたっつって、あ、それ俺が言ったからでしょ。はい、2点目はだ、それ2個目じゃん。1個目はアヤポンとこれ2人で話してるのに、アヤポンって無理やり呼んだりして、無理やりさ、無理やり行かない、無理、ご了承は大きすぎた。うん、なるほど、うん、はい。3点目はあとはみんなでダンスやろうよ、ダンスやろうよっつってんのに、はい、いや、なんかじゃあやめるわみたいな感じでやめそうになってたじゃん。はいはい、そこはやっぱ一緒にやった方がいいよね。なるほど、自分だ、つまりは自分の側を問いしすぎたと。自分すぎ、自分の意思を強く出しすぎ。そう、自分の意思を強く出しすぎ。はい、ハリちゃん、肩がダメですか、言ってた。薄い薄いけど、もう気象いい。よしよし、うわ、すげえ割れてるよ、かっけえ。でも徳ちゃんは、でも俺はだんだん成長してってて、すげえいい感じになってってると思ってるよ。はい、だって前より全然徳ちゃん、そういうお客スタッフじゃないこと中でもできてるじゃん。前ですか、一緒に遊んでんじゃん、はい、いろいろ。でも、はい、だってキャバクラとか行くと向こうは仕事だから相手してくれてるよ。はい、はい、あ、そういえばだんだん仕事相手でもできるようになってましたね。え、だんだん、うん、だんだん成長しますね。そうでしょ、だんだんこれなんか一緒にだから、なんか何て言うんだろう、ちょっとなんかこう、はい、関われるようになってきたでしょ。はい、だから俺はそういう特者に、はい、教えてるっていうか、まあ、はい、教育係でいいですか。教育係だね、教育係。でも俺がいないと結構、はい、やばい。はい、なるほど。俺はなんかそういうのやって、向こうが嫌だなって思ってる、徳ちゃんに無理やりでしょって思ってることを俺が、はいはい、そうやって突っ込んで笑いに変えてあげてるから。あ、つまりは傷が深まるうち前にストップかけてくれると。そうそう、なるほど、前に俺が笑いに変えてあげてる。なるほど、はい、最初、最初あった、いいポイントは今日のそれですか。いいポイントはそれ、いいポイントはグイグイいかないし、はい、まあ、俺が言ったことを守る、すぐそう受け入れて守るから今日も仲良く仲良く、徳ちゃんまたねって言われるようになってんじゃん。やった、でだって言われてたでしょ。言われた、うん、はい、でもまた会いたいってことでしょ。はい、でもすごい感じ悪かったら言われないから。なるほど、うん、だ、言われるのが正解だったよね今日、徳ちゃんいちいち今日。じゃあいい感じ、今日合格点はいってる。うん、いってるいってる。やったやった、いってる、はい、だってまたねって言われてんじゃん。やった、うん、やったぜ。だって嫌だったら言われないでしょやった、はい、こんな感じですよ。ありがとうございました、うん、今日も一日磨かれましたほんとね、パチンコとかキャバクラ行ってよりね、ここにいる方が楽しいと思うよ。楽しいです、いろんな人いるし、はい、喋れるし、はい、で言うほどお金使わないでしょ。はい、だってキャバクラとかって1時間で6000円とかでしょ。
いや、もっといきます。9000。9000とかでしょ。はい、で、これ、こんだけ今日、まあ、ずっと遊んで4000ぐらいでしょ。しかも、キャバクラ9000円で、悲しいことに50分とかです。うん、でしょ。はい。パチンコなんて1時間4万でしょ。はい、うん。おっしゃる通りです。うん、今日僕、7日に行って4000円で収まってたんですか。え、LINE したじゃん。あ、まあまあ見てないです。うん、やったら、マジこんなフルマックス遊んで。そうだよ、じゃあ LINE、うん。やった。だそんなもんなんだって。やったやった。だかいかに、徳ちゃん、今日が4300円。やった。だ徳ちゃん、いかに、はい、パチンコとかで、はい、人生を捨ててるかってところだよね。ですよね。うん、例えばこれ、本当にじゃあパチンコ買って昨日興奮してるって言ってたじゃん。昨日ほら北斗、昨日北斗勝って興奮してるって言ってたじゃん。勝った時はですね、うん、はいはいはい、たかが1万とか2万でさ、はい、なんか意味ある？あるはいはい、なるほど。誰とも喋ってないんだよ。機械と喋ってますね、うん、はい。それでも4000円使ったかもしれないけど、こうやっていろんな人と友達になった方がさ、ああ楽しいです。よっぽど人生プラスじゃない？プラスです、うん、やっぱ初めての出会いが大きいですで俺は思うよ、はい、父ちゃんのために、はい、そこはもう自分の意思でパチンコ行かないようにするしかない、はいはい、なるほど、うん、パチンコで勝ったところで意味がない。また次の軍資金になっちゃうもん。その軍資金になっちゃうし、その時間捨ててんじゃん。はい、うん、なるほど、うん、楽しい、うん、そっちの方がって、ね、4000円とかでこんないろんな人とダーツやっていろんな人と遊んでいっぱい得ちゃって言ってもらって、どっちの方が生きてるってことだよね。もちろんこっちキャンディーです。パチンコやってる時は徳ちゃん死んでるもんそうです。この世にいてもいなくても変わんないもんってことは、死んでるのと一緒でしょ。はい、うん、誰からも観測されてないですよね、うん、パチンコ屋からしたらただのゴミでしょ。あ、ゴミっていうか何、まあカモでしょ。カモカモ、うん、人として見てないでしょ、パチンコ屋ですよね、うん、なるほど、うん、どうして行くよ。行きます、うん、ありがとうございます、感謝します。